ロンドンシティ空港は、ロンドン東部のウォーターフロント開発地区、ドックランズにある空港である。ロンドン市内に一番近く、ロンドンで働くビジネスマンが、パリやアムステルダムなどに、シャトルビンで行くときに多く使用されている。市街地から、近いが、ゆえの騒音対策のための特例で、通常の倍近い5.5度という急角度で、滑走路に降下しなければならず。 その上滑走路も1500メートルクラスと短いため、就航可能な航空機が大幅に制限される。現在は主に ATR-72 やアブロ RJ シリーズ、a アバス A320 シリーズなどの小型機が発着している。ブリティッシュエアウェイズは全席ビジネスクラス仕様のエアバス A318 型機で、 ニューヨークまでの b a 0 0 1便も2009年9月29日から運行していたが、新型コロナウイルス感染拡大による影響で、両都市間の航空需要が大幅に減少したことから、2020年7月をもって運休となり、同時に専用機材のエアバス A318 も退役となった。ロンドンシティ発の往路では滑走路の長さが短いため、 機体重量軽減のために搭載する燃油量を減らすことからアイルランドのシャノン空港を経由して給油。シャノン空港ではアメリカ合衆国の入国、通関手続きを済ますことができるようにする。袋は直行で運行していた。2017年8月よりスイスインターナショナルエアラインズがチューリッヒからの道路線に CS100 を投入した。ありがとうございます。